ポンジアスーカルの近景ボタフォン海岸とポンジアスーカル大西洋から、見たポンジアスーカル、ポンジアスーカルから見下ろした、市街地ポンジアスーカルの、市ポンジアスーカルは、大西洋につながる、グアナバラ湾に突き出す半島の上にある紀岩で、ブラジルリオデジャネイロの南部に位置する。パンデアスカルとも表記する。海抜は396メートルであり、ポンジアスーカルの名前の由来は、 その形が砂糖パンに似ているところから来ている。この発音は外国人には困難であるため、英語では訳してシュガーローフと呼ばれる。パンアフリカン大陸小突増山運動で形成された少量のザクロ石を含む眼球変魔眼の一枚岩である。海外の書籍では加工岩と呼気されることがある。世界遺産、リオデジャネイロ。 山と海との間のオカの警官群に含まれている。ポンジアスーカルの頂上に登るためには、二つのロープウェイを乗り換えることで可能である。第一のロープウェイは、ウルカノカと呼ばれる標高220メートル地点までの移動であり、第二のロープウェイまで頂上までたどり着くことが可能である。この65人のロープウェイは、イタリア製で、 ロープウェイからは360度のパノラマを見ることが可能である。それぞれのロープウェイの所要時間は約3分であり、午前8時から午後8時まで20分間隔で運行している。それぞれの運賃は11レアルであった。ポンジアスーカルを訪れる人は、この祈願の岩壁に挑戦するロッククライマーの姿を頭壁で見ることができる。ポンジアスーカルは、 世界の中でも最大規模の市街地で行うことができるロッククライミングの場所である。ロッククライミングのルートは270以上あるとされているが、主なルートは東壁である。ポンジアスーカルは複数のメディアの舞台となっている。1979年に公開されたジェームズ・ボンドシリーズの007ムーンレーカーでは悪役上手がボンドとボンドと行動を共にしていた。 ホリーグッドヘッド博士をロープウェイの中で殺そうと試みている。ハーブ・アルパートは1982年に発売したアルバムファン団子ンの中でシュガーロフと題した曲を発表している。2016年リオデジャネイロオリンピックのエンブレムのモチーフになっているとも言われる。ありがとうございます。